インターロイキンマイナス7インターロイキンマイナス7は生理活性物質の一つであり1988年に B 細胞の線具細胞の増殖を促進する増血性サイトカインとして発見されたイルマイナス7は細胞膜上に存在するイルマイナス7受容体を介してその生理作用を発現する1988年にはイルマイナス7 1990年には、イルマイナス 7R の CDNA がそれぞれ単離されている。分子量は25桁である。ヒトイルマイナス7遺伝子は892から13に存在し、6つのエキソンと5つのイントロンを有する。ヒトとマウスのイルマイナス7遺伝子の相当性は、翻訳領域で81%、非翻訳領域で60から70%である。 人いるマイナス7は、マウスの細胞に対しても作用し得るが、マウスいるマイナス7は、人の細胞に対して、活性を示さない。人いるマイナス7の CDNA は、分子内に3つの搭載結合部位を有しており、177アミノ酸残器からなるペプチドをコードする。打ち網の決まったん側の25残器は、 ペプチドの輸送に関わる、リーダー配列であるため、最終的に152残機のペプチドとなって、分泌される。人いるマイナス7の一時構造は、以下の通りである。一ミファイチフスフライフグループレブルプバストクリー、クックジョークッケスブルーメンビザドクルド、スモーケーゲセンシエール。61ネフンフクレイコーダンソイグンフルフロルクルク、FLKMNSTGDF。 ドレールクビセグトッチルンキグック。121ビッググラックポルグイークトクスリー、クスルカカかくる NDLCFLKRLL、ケイクトクンキールーメン g t ケ。イルマイナス 7R は、タイプアイサイトカイン受容体である、アルファーサと共通ガンマサのヘテロに両体である。イルマイナス 7R アルファーサは主に強腺細胞や、樹状細胞を、探求、成熟した。 t 細胞などに発現している。また、未成熟な b 細胞においても発現しているが、成熟した b 細胞には見られない。ガンマ C 差とともに、細胞膜貫通型の糖タンパク質であり、人いるマイナス 7Rα 差は220、残期程度の細胞外ドメインと25残期の膜、貫通ドメイン及び195残期からなる、細胞内ドメインを有する。また、 サイトカインの一つである TSLP は、イルマイナス7受容体の α 差をイルマイナス7と共有しており、イルマイナス 7α 差と TSLP 受容体とのヘテロに両体を介して作用を示す。一方、ガンマシーサは、イルマイナス7の他にもイルマイナス2、イルマイナス4、イルマイナス9、イルマイナス15及びイルマイナス21に対して親和性を有しており、 リンパ球に広く発現が見られ、細胞がいるマイナス7に対する、反応性の有無はほぼいるマイナス 7Rα 差の発現に依存している。いるマイナス7受容体とそのシグナル伝達に関与する分子。いるマイナス7受容体からのシグナル伝達には、多くの非受容体系チロシンキナーゼが関与しており、ジャックスタッド経路やパイサンキナーゼアクト経路。 src ファミリーのチロシンキナーゼを活性化させる。イルマイナス7 r ファーサおよびガンマシーサの細胞内ドメインには、シグナル伝達分子の結合部位が2つ存在している。1つは、細胞膜近傍に位置する領域であり、ボックス1と呼ばれる。アルファーサのボックス1には、ジャック1が、ガンマシーサには、ジャック3がそれぞれ結合しており、 いずれもキナーゼの一種である。もう一つの結合部位は、チロシン残器であり、このアミノ酸残器は、人とマウスの間で保存されている。チロシン残器は、スタットなどの SH2 ドメインを含む、タンパク質の結合部位になるが、結合部位として機能するためには、ジャックによって、チロシン残器がリン酸化収縮を受ける必要がある。マイナス7シグナルにおいては、 転写因子であるスタット1、3及び5が活性化されるが、イルマイナス 7Rα 差の網の元側末端から449番目に位置するチロシン残機の変異により、スタット1及びスタッド3の活性は完全には失われないという報告があることより、イルマイナス7のシグナル伝達には他の経路が存在する可能性が示唆される。シグナル伝達は一般に、 タンパク質のリン酸化を伝えていくことにより行われる。シグナル伝達分子はリン酸化を受けることにより、酵素活性を示すようになり、その下流に存在する分子をリン酸化することができる。受容体にいるマイナス7が結合するとまずジャック1よびジャック3が活性化を受ける。これにより受容体のリン酸化が生じ、 リン酸化されたチロシン残機に対して、スタッド等の SH2 ドメインを有する分子が結合し、ジャックによるリン酸化を受ける。活性化したスタッドはに両体を形成し、核内に存在する DNA に結合して遺伝子の転写活性化を引き起こす。これにより産生される、タンパク質の一つであるソックスは、ジャックの活性化を抑制することにより、 サイトカインシグナルを制御する機能を持ち、負のフィードバック機構として働いている。イルマイナス7は、血球系細胞に限らず、骨髄や胸腺、皮膚、肝臓など多くの組織の間質細胞によって、産生され、細胞の生存、増殖及び分化などの過程に関与している。イルマイナス7遺伝子のノックアウトマウスは、 リンパ球減少症に陥り、イルマイナス 7Rα 差のノックアウトマウスも類似した表現形を示すが、障害の程度がより重度であり、TSLP の機能までもが失われてしまうことが原因であると考えられる。また、イルマイナス7は免疫グロブリンの多様性に関与する VDJ 遺伝子の再編を促進する働きも有している。ありがとうございます。